お待たせいたしました。福岡ペイペイドームです。福岡ソフトバンクホークス対埼玉西武ライオンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ホークスの先発は右のスチュワートジュニア、対するライオンズの先発は左の隅田、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右のスチュワートジュニア、マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、トップバッターは長谷川。さあ、5球目、見逃し三振、バッターアウト。左バッターボックスは源田。第5球、投げた、見逃し三振。左バッターボックスは3番西川。投球はこれから3球目、打ちました、レフト方向へ持っていきましたが取りました。これで3アウト。スチュワートジュニア、今日は上々の立ち上がりです。ツーアウトランナー1塁という場面でダウン。第9、投げた、スプリットはボール。さあ、次の投球、投げました、これはいい当たりだ、いった、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン。左中間スタンドへ突き刺さった、ストレートを狙い打ち、5対0、ホークスリードを5点に広げます。今チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。2回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは佐藤。第5球、投げました、打った、痛烈な当たり、抜けた、佐藤ナイスバッティングです。バッターは5番野村。野村大樹、背番号67。第4球を投げました、低め、空振り三振。バッターは指名打者殿崎。投げました、打った、右中間のフライ、右中間へのヒット、佐藤二塁回った、中継、あっと送球それた、外崎いいバッティングを見せました。ピンチを広げています。右バッターボックスは7番岸。第6球を投げました、打ちました、一二塁間の当たり、抜けた、ライトからサードへ、ライオンズ点差を4点に縮めました。岸タイムリー、ホークスなおもピンチが続きます。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、古賀投げた、打ちました、センターへの打球、センター前進、取りました、これでツーアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。さあ、ここは抑えたい場面、バッターは滝沢。次は4球目、投げた、パワーカーブ、空振り三振。2回の表が終わって5対1、ライオンズこの回1点を返しています。ホークス追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面でダウン、ツーシーム見送ってストライク。第2球、投げた、見送ってボール。第3球を投げた、打った、引っ張った、レフト線にボールが飛んでいますがスタンドに入りました、ファール。投球これから4球目、打った、ファール、低い弾道が三塁側スタンドに吸い込まれていきました、投げた、外れた、ボール。次は6球目、投げました、ボール、アウトコースへ。第7球をランナースタートを切った、引っ張った、三塁線ライナー破った、クリーンヒット、ホークスさらに1点追加、中継、バッターランナー2塁でストップ、ダウンズタイムリーツーベースヒット。ライオンズこの回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは長谷川、次がラストボール、投げました、ボール、フォアボール、いきなりフォアボールを与えてしまいました。バッターは2番源田、今日2度目のバッターボックス。
次が4球目。投げました、打ちました、いい当たり、セカンドライナー、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。左バッターボックスは西川、第一打席はレフトフライに、初球を打ちました、ショートバウンド、二塁送球、セカンドフォースアウト、ショートから一塁送球、セーフ、一塁はセーフ、ダブルプレーなりません。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。打ちました、三遊間の打球、今宮掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー西川残塁に終わりました。3回の表が終わって9対1です。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは野村、今日の第1打席はスイングアウト、第5球打ちました、スチュワートジュニア、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の殿崎。第4球を投げました、これは引っ掛けた、これは内野ゴロ、今宮取った、一塁へ送る、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番岸。第4球を投げました、高めボール球打った、ダウンズバックしていった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。スチュワートジュニア三者凡退に抑えています。4回の表が終わって9対1です。ホークスリードで迎える4回です。ツーアウトランナー1塁という場面でダウン投げた、初球引っ張った、スタンドに入りました、ファール、1球目ファールから第2球投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、打った、これはいい当たりだ、伸びた、レフト見送った、ホームラン、ツーランホームラン、ダウンズ今日これが2本目のホームラン、カットボールを完璧に捉えました、ホークス大量リード、チームメイトが迎えます。5回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターは古賀、第1打席はセンターフライに倒れ、打ったいい当たりだ、あっと右中間、どうだ、センター掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは9番滝沢、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。インコース引っ張った、ライト線グーッと打球が上がってきますが、佐藤掴みました、これでツーアウト、ランナーありません。打順は1番に帰って長谷川、今日は三振とフォアボール、投げた、打ちました、抜けた、長谷川ナイスバッティングです。バッターは2番源田、今日は三振とセカンドライナー。第5球投げました、打ちました、セカンド真正面、アウト、スリーアウトチェンジ。ライオンズファーストランナー残塁、5回の表が終わって12対1です。試合は後半6回に入ります。この回のトップバッターは西川、今日はレフトフライとファーストゴロ、第1球初球打った、回落下点に入った、ファウルグラウンド、キャッチしています。右バッターボックスには佐藤、これが3度目のバッターボックス、第7球を投げました、打った、内野ゴロ、マサキボールを取る、マサキベースを踏んでツーアウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは5番野村、今日は三振とピッチャーゴロ、投げました、打ちました、抜けた、野村いいバッティングを見せました。スチュワートジュニア降板、マウンド上は岩井、今日2番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。バッターは指名打者殿崎。第6球をランナースタート、三振。6回の表が終わって13対1、ホークス大量リードは変わりません。ホークスリードで迎える6回です。今日2本のホームランを放っているダウンズ、見送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げました、ボール。第3球変化球はアウトローへ、ボール。さあ4球目、アウトコース高め、ストレートは外れてボール。さあ5球目、打った、痛烈な当たり、これはヒットになります。ダウンズ2塁も狙う、ダウンズツーベースヒット、なんと4打数4安打。ランナー1人を置いて迎えるバッターは甲斐、今日はここまで3打数ノーヒット。第1球投げました、ストレートはボール。第2球膝元、ボール。第3球
アウトコース高め、ストライク。第4球を投げた、ストレート空振り。第5球投げた、スローカーブ、ボール低め。さあ6球目投げた、打ちました、ショート取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。今日3打数3安打の佐藤、スリーピッチャー返し、源田掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。中盤まで終了しまして14対1、ホークス大きく引き離しています。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回の先頭バッターは岸、投球これから2球目、打ちました、三遊間のゴロ、クリハボールを掴んだ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは8番古賀、今日3打席目、第5球投げた、打った、あっと抜けた、古賀ナイスバッティングです。バッターは9番滝沢、今日は三振とライト、打った、左中間のフライ、ワンバウンドヒット、一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ、滝沢ツーベースヒットを放ちました。ピンチを広げてしまいました。先ほどヒットを放っている長谷川、さあここは打ちました、三塁線フェアだ、三塁ランナーはホームへ、滝沢その間にホームへ、ライオンズ2点返しました、長谷川タイムリーツーベース、ホークスなおもピンチが続きます。左バッターボックスは2番源田、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。さあ投球は5球目、投げました、三振、ランナー1人を置いて迎えるバッターは栗山、第3球を投げました、打ちました、三遊間の当たり、栗原取った、サードから1塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。満員のペイペイドームライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。8回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは佐藤、第5球空振り三振、バッターは5番野村、今日はここまで3打数1安打1三振、打ちました、いい当たり、センターへ持っていった、ヒット、野村いいバッティングを見せました。バッターは DH の殿崎、今日はここまで3打数1安打1三振。第5球投げました、打ちました、これは内野ゴロ、牧原ボールを取る、一塁送球、アウト、ツーアウトランナー二塁に変わります。岩井降板、マウンド上ピッチャーは又吉、今日3人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあここは抑えたい場面、バッターは岸、次は4球目、打って出る、抜けた、岸ナイスバッティングです。ホークスなおもピンチが続きます。先ほどヒットは打った、これはライトフライになった、掴んでこれで3アウトになります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2者残塁、8回の表が終わって14対3です。ライオンズ何としても得点を挙げたい9回です。バッター本山、第5球投げました、打ちました、センターフライ、飛距離は出ていません、センター飛びました、これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って長谷川、第4球を投げました、打った、抜けた、長谷川いいバッティングを見せました。バッターは2番源田、第9球投げた、打ちました、初球打ち、入るか入るか、フェンス直撃、源田いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。バッターは3番栗山、さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。さあ7球目投げた、打ちました、これは犠牲フライになるか、掴みました、中継スタートを切った、三塁はどうか、栗山レフトへの犠牲フライ、ライオンズ1点返しました、ホークス勝利目前。右バッターボックスは4番佐藤、第5球打った、ライト方向へ持っていきましたが掴みました、ゲームセット、ホークス大差で勝利しました。ご覧のように
投手。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。